今回は、うちはおびとの人生って〇〇だよな、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。おびととか言う割とどうしようもなかった人。実際ああなってもしゃあないレベルのこと起こってるよね。どうしようもないやつだなぁじゃなくて、あれはしょうがなかったよねの方か、このスレ。どうすればよかったの答えが、リンが丸んだことを受け入れるだからな。気の毒とは思うけど仕方なかったとは思わないかな。受印札つけられてて自殺できないの知ってるってことは自殺しようとしたことがあるんだよな多分。やったことは許されないのは間違いないんだけど、やらないようにするために死を選ぼうとしたことがあるはずで、それもできなかった立場だと思うとなぁ。どの時点で自殺図ったかわからないけどね。自分の人生台無しにされてるけど、大勢の人生も台無しにしてるからなぁ、おびと。あの忍びの世界では珍しいことでも何でもないのかもしれないが。こいつがされたことは本当に同情するし、そうなってもしょうがないと思える。それはそれとしてやったことは許されねえぞ、とはなる。どうしようもなかった。でも起こした悪事は許されない。こんな感じだよな。桜をサスケが殺してるところ見て、ナルトが耐えられるかっていうとな。前提が違うからナルトならなんだかんだ耐えると思うけどな。だらしない先行と違って弟子は間に合ったからね。オビトがリン好きなほどナルトは桜好きじゃないやろ。そもそも前提としてナルトにとっての桜って、オビトにとってのリンじゃないんだが。無理やり当てはめようとすると無理が出るパターンだと思うこれ。オビトにとってのリンは、多分ナルトにとってのイルカ先生じゃね。確かにちゃんと見てんだから、の時の描写とか、ナルトで言うと桜ちゃんポジというよりイルカ先生ポジだな。ただリンはイルカ先生と違って、同年代の可愛い女の子なのでプラス恋心って感じ。じゃあサスケがイルカ先生を丸したら、どうするんだろう。多分ナルトは同じ立場でもオビトみたいなことはしなかった。だからわかるってばよしなかった。何でもわかるわけじゃないからな。マダラやかぐや様もわかってやらなかったし。かぐや様を可愛いのにな。マダラやかぐや様がわかるナルトはラスボスやれるんじゃねえかな。本心からじゃないとわかるってばよは聞かないからな。わかりたくないものはストレートに否定するし。ナルトが落ち込んだ時にはいるか、カカシ、ジライアがいるのに、オビトにはマダラしかいなかったところはマジで同情する。オビトとナルトのやりとりは、かつてナルトと同じ志を持っていた少年が、マダラの策略によって思想も行動も落ちるところまで落ちたけど、ナルトとの対話によって最後だけかつての自分を取り戻し、未来の火影をナルトたちに託す流れがいいんだよ。オビトももちろん悪だろうけど、誰が一番悪いかって言うとそりゃマダラだからな。マダラによってあの人格形成されたようなもんだからな。もうほんと大悪おじいちゃんなんだから。本編読み返してみたらマダラが最悪すぎる。うちはマダラに目をつけられたのが悪い。ついでに言えばオビト自身が仲間思いで、心優しい性格のマイルドうちはだったのが悪い。ワイもマダラに目をつけられたのが運の尽きだと思ってる。抵抗しようにも受印札仕込まれてて何もできないのがさらにひどい。受印札ってそこまで縛ってたか？黒舌の言いなりになるくらい？その割にマダラには反抗してんだよなぁ。リンの一件でメンタルが持ちこたえてたとしても、マダラに目をつけられた時点でほぼどっかしらで詰みそうなのひどい。受印でルート外れられないし、四代目の前でフード取ったのが精一杯の抵抗だったと思うわ。まあでもマダラいなくても、どっちにしろ岩の下で丸んでたっていう。言いたかないけどあそこで丸んでおけばよかった。まあ黒舌の計画成就がもっと先にはなったやろな。これに関しては数少ない。マダラも断層もオロチマルも全く関係ないことでよかったっけ？普通に戦死。オビトの何が気の毒って、あの橋破壊任務の時に本当に丸んでいたら、本人にとっても周囲にとってもよかったって点なのでは？本当に丸んでたらこの派の英雄でいられたし、医療忍者という以外特別なものが何もないリンが目をつけられる理由もなかった。オビトがああなったのは、大方マダラがそうなるようけしかけたからだと思ってるけど、マダラのアプローチがあそこまでドハマりしたのは、オビトの元々の性質もあるからだと思ってる。マダラがカスなのは否定しないけど、最終的にオビトも自分の意思で、
それがどういうことかしっかり理解した上で無限つくよみに賛同してるし、その実現に向けて動いてるから、無限つくよみでマダラだけがうんぬん言われるのもなんだかなと思う。おびととマダラの立ちの悪さって、絶望した後に自暴自棄でも八つ当たりでもなく、善意の割合高めで無限つくよみ目指してたところだよね。さすがに二人とも善意で包み隠した悪意だと思う。おびとはナルトと違って昔からそんな忍び世界ならぶっ壊してやる精神を持っているからな。されたことは本当にひどいと思うが、何かの拍子に折れた時の危うさはもともとナルトよりあったと思う。この漫画の美学とはずれるのかもしれないけど、危ういながらも妙な方向に転ばなきゃ、ナルトより主人公属性あったようにも思う。ナルトの美学からずれるんなら、ナルトの主人公としては属性不足よ。オビトってどのタイミングからマダラに目をつけられてたんだろうね。岩に潰される前から里を見てオビトに目をつけていたヨハと、オビト自体はたまたま計画に良かったから利用したヨハがいる気がする。自分は後者派、最初から後継者として決め打ちされてたら、あんな死なない方がおかしい事態にはさせない気がする。うち派全体が駒探しの場になってそうだから、以前から把握はしてたかもね。久しぶりに戦争編読んだら、記憶よりオビトの悪行とんでもなくて、よく最後綺麗に終われたなってなった。読み返すと記憶より立ち悪いことしてるパターン多いんだよな。やっぱ最後が綺麗だと読者の感情も満足して消化されがち。無罪方面にすべきとは思わんけど、犯罪は教唆した奴のが悪いし情状酌量の余地はある。そもそもサスケが許されてるわけだし。サスケは九尾事件や戦争までは引き起こしてないよ。サスケやカブトは太鼓の葉に限れば被害者スタートだし、あとは他の里が許せばまあ。九尾事件も戦争もまだらまるんでる間の出来事なんすよ。情状酌量あるからでオビトを許せってのはオビト本人にも失礼と思うわ。ヤグラを人形として使い続けたしな。かわいそうだけどかわいそうで全部全肯定するには罪深すぎるんだよね。黒舌が黒幕なのもマダラの被害者なのもわかる。でもそれはそれとして誰がやったことが一番被害でかいかって言ったら、マダラたち入れてもオビトじゃないかと思うんだよな。地下室で芋虫生活してる時は言ってることとかすごい真っ当でかつ前向きだったのにな。万華鏡海岸の影響もやっぱあったりはすんのかね。改心後のオビト自身が自分の行動を許せないし。この派の人間を大衆の目の前で丸しすぎてるから生存ルートは厳しそう。カブトやオロチマルと違って帰る場所もないし。本人も世界を無茶苦茶にしてしまって今さら何を言えばいいかわからないって最後のカカシとの会話で言ってたしね。忍びの世があれだったのも事実だし、みんな汚いこともしてるし現実世界の価値観では測れない部分はあると思う。でもさすがに生かしておくにはなぁ。だから退場してもらって内輪で許した雰囲気にしてって落としどころしかなかったんじゃね。どうしてオビトはリンに許されたのか教えてくれ。妄想ちゃうんかあのリン。リンのモノローグとかないし、どんなこと考えてる子かわからんからな。あそこのリンに関してはアニメだとセリフが一部変えられ、ナルスト4ではそもそも霊的な演出自体がなくなっている。さすがに最後に会ってたリンは本物やなかろうか、江戸転生で浄土から口寄せはガチでしてるわけやし、というかあの流れであのリンはオビトの妄想ですとか単純にわけわからんし、断像の最後と同じやつだと思ってた、最後は自分の純粋な思いや願望を自覚して、求めていたものを見ながら綺麗に丸む感じ。まあでもその辺は読者ごとに解釈は自由にしてねって作りだと思う。割とリンが騎士影の書く女キャラとしては珍しく、ずっと都合いいキャラなのがオビトの妄想っぽく見えちゃう理由だと思う。あれがオビトの妄想だったら、勝手に好きな子の姿使って自分を肯定させるカスやんけ。リンを江戸転生しようぜ。よしわかった。これはひどい。この時代のウチハに生まれた時点で積んでる、オビト、イタチ、サスケ、イタチに殺されるモブ、この4ルートしかないのクソすぎる。オビトは運がどうしようもないほどなかった。闇落ちしたナルトってイメージ、人生すべての運をシャリンガンガチャに使ってしまった。大人の都合に振り回された少年兵って感じ。飛び時代を見ると笑ってしまう。まだ結構謎が多いキャラだよね。ちぎりで暗躍してる時もそうだけど、
キュービ事件の時とかいつ頃受印札の存在に気がついたのかとか、その時の背景やオビト自身どう思ってたのかもよくわかってないし、ノベライズとか出してくれないかなぁとは密かに思ってる。皆さんは、内派オビトの人生って〇〇だよな、についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。